さんこんにちは、チョコバナです。今日はですね、念願のあれを買ってきました。ダイソーですっごい話題になってるユアグラムっていうシリーズのコスメをね、やっと買いました。私が行くダイソーね、ほとんど売り切れで、マスカラとかあとはアイライナーとかはあったんだけど、リップとかチークとかアイシャドウとかのカラー系は全然全くなくて、で今回福島にちょっと帰省してたんだけど、地元のダイソーにはねあったので、いくつか商品を買ってきてみました。でね、もうリトルがねリップを持っていたりして、それを借りた時に結構塗り心地とかも良かったし、発色もかなり良かったので、ちょっと期待を込めていろんなものを買ってきたので紹介していきたいと思います。まずはブラシ系、こちらの3つを買ってきました。05番シェーディングブラシ、12番まつげエクステスクリューブラシ、14番コンシーラーブラシの3つを買ってきました。これはね、他のコスメとかはこういう黒いパッケージなんだけど、ブラシはね白のパッケージなんだよね。これがねシェーディングブラシ、斜めカットになってる。シェーディングって言っても多分ね、こうほっぺとかのこの広い部分をやるやつじゃなくて、このノーズシャドウとかを描く用のブラシだと思うんだけど、柔らかくてチクチクしないので、これはいい感じに使おうかなと思います。ここにねロゴが入ってるんだけど、ユアグラムって高級感ある感じですごい可愛いよね。次がコンシーラーブラシですね。これはねアイシャドウブラシに使おうかなと思って買ってきたんだけど、こんな感じ、先が丸くなっててちょっと薄っぺらい平べったい感じで、さっきのブラシよりちょっとこう腰がある感じかな、コンシーラーブラシだから。なんかアイシャドウブラシはもう少しこの先が大きかったので塗りにくいのかなと思ってこれを買ってきてみました。目の際とかにも使えるかなと思って買ってきてみました。あとこのスクリューブラシは最近なんかまつげにダマができちゃうことがあって、それを取りたいなと思って探してたので買ってみました。ゴムっぽい感じで想像とは違かった。こんな感じで結構しなるゴムだから。ブラシ関係はこんな感じです。次はねこれアイシャドウ3つ買ってきました。これが01番ライトブラウン、04番マットピンク、これが08番ライトイエローなんだけど、真ん中のピンクだけマットなカラーになってて、他はラメが入ってます。思ったより発色が薄めだ。こんな感じでピントが合わないんだけど、イエローのラメがすごい可愛いです。どっから見ても光ってる感じ、ラメの袋にめっちゃ良さそう。ちょっとライトこのままでいこうか、色が分かりやすいように。であとはこれトーンアップパウダーっていうのも購入していて、ラメとかは入ってないのかな、少し入ってんのかな、これ辺に塗ったんだけど普通に白くなるパウダーかな。なんかあれにいいかも、顔じゃないけど日焼け止め塗った後にこれ塗るとこうサラサラになるからいいかも。あとはチーク、これも超ラメ入ってるんだよね。02番のコーラルっていうのを買ってきました。でチークはそんなになんかこだわったことないので、100均のもね使ったりするんだけど、これ可愛くて買ってみました。めっちゃラメ入ってるの伝わるかな、これ。ちょっと伝わってほしかったな。ラメラメ感、ラメ感、ほんとラメめっちゃ入ってるんですよ。肌なじみがいい感じのこのピンクですね、コーラルピンク。お、めっちゃつく、めっちゃつく、めっちゃつく、めっちゃついちゃった。やばい、めっちゃついちゃった。こっちにもつけとくか。結構濃いめにつきます。ぴったりこうついてくれる感じがする。まあこれがチークですね。チークも欲しかったから超嬉しい。あとはリップを3つ買っていて、実はねこのローズとコーラルの2本は今使ってるんですよ。ローズを真ん中に塗ってコーラルでこう散らしてるんだけど、この2本は今使っていて、あともう1個このベージュを買ってきました。ででん、これも可愛いね。ちょっと紫っぽい感じかな、のベージュと、この2本も可愛いんだよね。こんな感じ、ベージュ、ローズ、コーラルなんだけど、コーラルだけ二度塗りしてるくらい、コーラルはすごいこう自然な薄い感じの色なので、学校とかオフィスとかにも使えると思います。これは結構こうパキッとした感じの赤なので、私みたいにちょっと色黒の人はあんまり似合わないかなって感じなので、私はこうコーラルで一緒にぼかしたんだけど、まあこの真っ赤な感じ。あとはこれがベージュですね。これまだ塗ったことないんだけど普通に可愛い。ウェットティッシュで軽く拭いただけなんだけど、結構色持ちもいいんじゃないかなと思います。塗り心地は結構こうスムーズに塗れる感じで、匂いとかもなんかこうきつい匂いも全然ないし、乾燥する感じも全くないし、私はあの前リトルのやつ借りた時全然荒れなかったので、色も可愛いし超いいんじゃないかなと思います。あとはこれリップグロスを買ってきました。これが05番のシャイニークリアってカラーなんだけど、これめっちゃラメが可愛かったの。持ちとかはあんま良くないと思うんだけど、これラメが可愛くて買っちゃった。すんごい可愛くないですかこのラメ、本当に
可愛いと思います。グロスより軽い感じ、なんかオイルみたいな感じで、匂いはそんなになんか特別してるわけでもないんだけど、本当に可愛い。グロスのあの独特のこうベタベタ感というか、グロスって感じのこうテクスチャー、ちょっと重ためのもっていう感じが好きじゃない人でもつけれるぐらいすごい軽くて、ラメが結構いっぱい入ってるかなと思ったんだけど、思ったよりこうキラッキラになるわけでもなく、ね、どっから見てもこうちょっとこうツヤっとした感じに見える感じのグロスで、めっちゃ可愛いの三乗って感じ。というわけで今回私がゲットしてきたユアグラムの商品はこんな感じです。パッケージもすごく大人っぽくて、ポーチの中に入ってても、え、それ100均でしょって、まあこれまあすごい有名だから言われちゃうかもしれないけど、普通に使っててすぐ100均だって分かるようなものではないと思うので、それもすごいおすすめ。今度今回買ったものを使って何かしらのメイクをしてみたいなと思うので、まあそれも楽しみにしててほしいなと思います。それでは、ジェコバナーでした。